アンドリームそういや叶え損なったもんね。そうですね。200ルピーかけててすごい大穴来たって思ったんだもんね。そうですね、うん、4番だっけ。そう4番だ。カルフォルニアっていう馬券買ったとこに買いに行ったんだもんね。でなかなか戻ってこないなと思って行ってみたらなんかおばちゃんと揉めてたもんね。170倍と思ってたからね、うん、だから200ルピーかけたのになんか350ぐらいも握ってたのでこれおかしいのこれおかしいおかしいってなんか、ね、結構怒ってたもんね。でなんか後ろにいたおっさんにさっきのレース4番200ルピー勝てたけどこれしかもらってないでんけどOK って聞いたらあうんそうだねって書いてやっと納得して。結構でもテンション上がってたもん ね俺も合わせて。そうっすね。2万ルピーじゃんみたいなこと言って、よくよく考えたらね、8頭か7頭のレースで単勝当てて700倍はないわ。シャトルバスが来るっていうあれかな。どのバスに乗ればいいんだろう。バスは来るんだろうか。まあ3時から出発するんでもう全然来てもおかしくないんですけど、あっち側だったみたいです。よう見たら書いてあったハーフマラソンピックアップスポット、また渡ります。このバスに乗るみたいです。ダラサンズンダラコンサルタントリーサービスアチャンネルパートナースタースポーツインホットスターアスポーツグッドパートナー A6。夜が明けてきました。びっくりした。あとはもうすぐに5キロぐらい。いやいや、ごめんなさい。日本の方が応援してくれてましたね。今回ハーフだけど、そう、本当泣きそうになる最後の方絶対。綺麗。Let's go!